ただいま、今回2種類の魚を用意してきているようですので、ぜひ皆様この2種類の魚も見てください。では今2つガラス面移動してみましょう。では1つ、ダイバー移動していきますので、ご覧になっているお客様、また右側のガラス面、移動していきますので、近い場所でお待ちいただいたらダイバーやってきますので、どこかのガラス面前でお待ちください。ダイバー順に移動していきますので、右側のガラス面前、見やすい場所でお待ちください。ではダイバー2枚目のガラス面では少し実験をしてみましょう。2種類の魚を持ってきていると思いますが、では同時に出してどちらの魚の方がペンギン好むか、こちら実験してみましょう。ペンギンに好き嫌いは一体あるのでしょうか。さあ、ベロード細長い魚先になくなりましたが、ダイバーどうでしょう、ペンギンはイカナゴの方が好きなんでしょうか。はい、どうやら2種類の魚ありますが、ペンギンたちにも好みがあるようですので、どの魚、好んでいるかこの辺りも少し見てみてください。またダイバー、ペンギンは鳥の仲間ということで間違いはないですか。ではこのように食べています魚はどうでしょう、丸飲みなんでしょうか、ペンギンの口の中歯はあるんでしょうか。ではもう一つ、鳥の仲間ということは、ペンギンの体には羽がどうでしょう、生えているんですか。よくお客様からペンギンが水の中を泳ぐ姿をご覧いただくと、体からたくさん泡粒が出てくるのですが、こちらは一体何ですかと聞かれることが多いのですが、今ダイバーが紹介していただいたように、どうやらペンギンたち体に入っている羽と羽の間に空気を溜めることができるようです。この溜めた空気、水の中に潜ることによりまして